左に転向した竹虎が大飛球。はい、前回の試合で私田上と、守備猿がですねピッチングを行った動画を出したんですけども、実はこの日僕たち以外にも素晴らしいピッチングをしていた選手がいたのです。そして今回はですね、このピッチングに関して竹虎さんに来ていただいて解説していただこうと思いますよろしくお願いします。はい、いやー、じゃあ見ていきましょう。はい、このピッチャー誰でしょう。いやー、翔ですね。はい、兄ちゃんの弟と、はい、やっぱり唯一のサイドハンドですかね。いやもうね、今虎は投げれない状態ですから。いや、ちょっとそうですね、肩の調子が悪いので今試合に出てないんですけども、はい、まず1イニング目と、はい、ちょっと初球はね抜けて、うん、まあ、この日ちょっと雨が降ってたんでね。そうですね、ちょっと投げる方も大変だったかもしれないんだけども、うん、でもこの逆に投げてどんどん標準を真ん中に合わせていくっていう方法もあるんで、これ素晴らしいです。おー、褒めますね。あー、ベースカバーもしっかりと、まあまあまあいいカバーをしますね あ、今の入ってるんですね。あー、いい球、いい球ですね。あ、今のは何ですかね、シンカーですか。あ、多分ショーはナチュラルシンカー投げてるんですけど、この日はバッターがそれに苦戦していたイメージはありましたね。印象、そしてスライダーね。あ、スライダーいいですね。めちゃめちゃいいピッチャーじゃん。いや、いいピッチャーですね。低めにすごく集まってて、うんうん、でもストレートと変化球の腕の振りが一緒だったんですよ。これ素晴らしいですね。おー、三球三振、三球三振、おいいですね。いいですね。2イニング目、はい、おー、ストライク先行でね、低め徹底してますね。うん、あー、めっちゃフライト、非常に動きもいいですね。いいですね、軽いですね。はい、スライダーですかね。うん、まあ、これはスライダーを引っ掛けさせて、なるほど、サードゴロか。なるほどですね。まあ、1球目より厳しい球投げるっていう、これピッチャーとして素晴らしいことしてますね。お、大事なのはこの後ですからね。お、ツーアウト取ってから、まあ、どう抑えるか。ああ、これはベストボールですね。ベストボールだな。ああ、ベストボールだな。いいとこ決まるね高さが間違わないね。ああ、間違えないな。すごいショー。トラよりいいんじゃない。いや、僕よりが、まあ、1試合で判断するのはまあどうかなと思うんですけど。あー、ナイスフィールディングですね、いいですね。いいですね。あー、いい高さに集めてますけども、もうこの次の球大事ですからね。おー、おー、いい高さじゃないですか。はい、いいですね素晴らしい、まあ、追い込んでからですから、はい、あ、いいね、ちょっと今の逃げていく球かな、シンカー系ですね、うん、あー、インスラ、インスラですよ。インスラ投げますか、左バッターに。いやー、いいねいいね、超いいねこれちょっと竹虎の座もちょっと危ぶまれてくる、まあ、ピッチャーっていうのはこう1年ずっとですね、安定したピッチング内容を続けていくっていうのが大事ですから、はい、まあ、勝てるピッチャー、これになるべきですねこれは大事。しかしですね、はい、これこの回もなんと3回パーフェクトです。あー、3回パーフェクト、いや、素晴らしいですね。素晴らしいナイスピッチでしょう、はい、お次はこれなんですか。これは誠さんですね。あー、誠さん、はい、アッパレを作った男、誠さんですね。さんいなければ今のアッパレありませんから。ありませんから。ああ、これ代打で出てきたんですね。そうですね。そしたら、ね、早いピッチャー。あ、でもね、スイングはね、いいですよ。スイングいいですね。はい、すごい。お？おお！素晴らしい右打ち。さん。何年ぶりかのヒットってみんな言ってたけど。お
おお、素晴らしいですね、突っ込まずに。いや素晴らしい。そして続いて、おお兄ちゃん、この日ね、あのユニフォームを忘れてね、兄ちゃんが。いや、逆になんでこのユニフォーム持ってんすか兄ちゃん。これ半年はこれいじられますよ、多分。いや本当に、あーいいですよ。いやこれね、しっかり振ってくっていうのがいいですね。厳しい、あーこれは厳しい、厳しいコース。これはドンマイですね。うん、あ兄ちゃんそのうち出るよ。お、はい、着きました。今回は左でですね、お、初めての練習試合と。ついに来ましたか。まあ、バッティングセンターでね、こうやって練習してきましたから。あー、これ懐かしいですね。高橋さんに見てもらって、そう、特訓の成果を出す時が来ましたよ。はい、さあ1球目、ちなみにこの打席、どんな心境で打席に立つの？いや、これはですね、高見さんに、はい、まあ、前に突っ込まないように、とにかく手元で打てと。おお、だからもうポイントだけ意識して、その打つポイントだけ意識してこの打席に入ると。おお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 おたんですけどね、いいの。いや、これ打った瞬間は正直ね、抜けたと思った。いや、僕も抜けたと思いましたね。いやでもね、すごいいいスイングになったね。いやこれは玉見さんのそのポイント意識っていう大きいさ、次期待できる。じゃ次、栗吉さん。あ、栗吉さん、はい、栗吉さん、おー、栗吉さん、練習ではね、俺の球ボコ落ちしてたからね。パンチャーですからね。ナイス。ただ足速いから国吉さん。そうですね。なんであんな衰えないのかな足。おお、セーフティー、セーフティー。いや速い、足速い、もう一塁、もう一塁です。速い。なんだ。振り逃げ、振り逃げが速いんだな。でもアウト。アウト。いや、ナイスキャッチャーですね。素晴らしい。いや素晴らしい。いやー本当に。いやだから練習試合のこの終盤、はい、ね、いろんな人が出るのちょっと楽しみなんで、ね。そうだね。今後もね、練習試合はね、またそういう選手が出てくると思うんでね。はい。どんどんお送りしていきたいと思いますんで。そうですね。はい、日頃見れない選手プレーが、意外とですね、練習試合の終盤にですね詰まってきているので。おお。これは見どころでございます。はい。またぜひぜひ皆さん期待していただいて。はい。はい。じゃあ。お送りしていきたいと思います。はい、それではまたお会いしましょう。さようなら、バイバイ。はい、ここで突然ですがお知らせです。7月10日阪神タイガース対横浜 DeNA ベイスターズの試合を今回エンゲートタイガーストークライブにて私阪神 OB としてゲストで出演させていただくことになりました。阪神対 DeNA の試合を皆さんと一緒に見て、一緒に応援して盛り上げていきたいと思っておりますので、ぜひぜひ皆さん来ていただいて一緒に阪神を応援していきましょう。